안녕하세요, 미세입니다. 今日は何をするかって言ったら、韓国に来たらぜひ市場、市場を紹介してほしいっていう声があったので、市場を紹介していきたいと思います。今回はマンオン市場っていうところに来ました。タクシーのおいちゃん曰く、入り口付近にある天ぷらはぜひ食べろということで、あと友達がおすすめのマシュマロアイスクリームみたいな、なんかちょっと前もなんか一時期バズっとったやつ、あと市場の食べ物って言ったらホットまあ絶対食べたいと思って、市場めっちゃ久しぶりやけん紹介しながら食べたいと思います。見ていこうか。マンオン市場です。ダダーン。タクシーのおいちゃんが入り口にあるコロッケ、マンオンコロッケみたいな食べろって言ったんやけど、テレビにもめっちゃなんか出たみたいな感じで看板あるけん、韓国のなんかテレビで紹介された系のやつは大体おいしいけん、そこもちょっとなんかチラッと、やって、やばい、サンはやばくない？イゴアナ。え、でも園内も美味しそうじゃない？あー、美味しそう。最高。ドーナツも美味しそう。コロッケも美味しそう。チャプサル行っとく？チャプサル行っとこう。うん。チャプサル2番トノツ。チャプサルで。チャプサル。うん。チャプサル300円払ってや。チャモニー。で、チャギや。いただきます。うん、おいしい。おいしい。うまっ。うん、うまっ。やっぱチャプサルは間違いないね。まだおいしいよ。かわいいね。あ、こんな感じに。てか普通に韓国の食器さ、買って帰りたいんやけど。わ、シジャンの匂いがする。わぁ、ね、おいしそうなものばっかり。あ、メイちゃんのトウモロコシもある。あ、ここもなんかさ、タッカンジョンみたいなやつ、めっちゃ美味しそうじゃない？あ、カップでも買えるんや、500円で。うん、ニンニク味、甘い味、カニ醤油味。うん、コーヒーなど、ね、久しぶりにこれ食べた気がする。パビリの中でもシャプサルはマジで特別だと思う。しかも100円ってやばくない？めっちゃもちもち、トランポリンみたい。マジ美味しい。揚げとる上に砂糖もついたんですよ。うん、ベルクマシソンで、マンモン市場に行ったら、ここのマンモントッカルビっていうのが結構有名らしくて、トッカルビってなんて言ったらいい、なんか餅のカルビ、ハンバーグみたいな。うん、わー、美味しそう。めっちゃ美味しそうじゃない？うん、すげえです。いや、島からのコマの駐車長いし、そこで行かない？どうする？そこでどうか。うん、ハラビクゼヨ。こんばんは。やしよんやん、やば。やっぱてか、ようこんな綺麗に丸く作れるよね。すげえ、絶対 A 型やん。絶対 A 型やって。しかも見て、これちゃんと正方形。アイフォーヤップだ。ここめっちゃ人気やん。現地の人が来るってことは美味しいってことやけん、韓国人が集まってるとこ行っとったら大体間違いはない。辛い味と辛くない味があったんやけど、一個ずつちょっと食べてみたいと思います。やっぱりこういうのめっちゃ久しぶりなんやけど。ねじゃんって感じ。お、これ何？チゴソ食べるやつ。チゴソ、チゴソ飲むんが。おお、めっちゃ絶対美味しい。これソースなしでも味ついてそうやけどね。どっちがメウマ？多分こっちやな。じゃあソースも何もつけずに食べてるね。深くない、はい、口でいくそうなんやけど。見て、肉汁やばくない？肉汁やばくない？やば。肉汁エグいんやけど。めっちゃ出てくるやん。うん、コロッケめっちゃのあるんで、こっちかな。こっち食べてみます。いただきます。うん、どうぞ。めんまや。あ、あ、辛い辛い辛い。あ、だいぶ辛い。辛い辛い辛い。あ、辛いわ。でも足かくいい辛さ。ツナマの方が美味しい。肉汁がやばい。じゃあソースつけてみるね。何のソースなんだろう。豆乳？わさび？あ、からしや。あ、美味しい。船長になって美味しい。なんかこんな真剣なトッカルビ初めて食べたかもしれない。あ、600円なだけあるな。300円。うまい。肉汁に溺れる感じですね。やばくない？やばい。ニヤニヤするんやけど。
ちょっとこれストローで肉汁吸いたいんやけど。美味しくない？やば。肉汁やばくない？え、これはすごいね。ね。なんかトッカルビじゃない感じする。肉汁ハンバーグ。なんかもうハンバーグ一食やんな。ね。韓国はハトがすごい。人間慣れしとるよね。怖いな、怖いな、これ落とし物しそうやな。なんか辛いやつは青唐辛子がしっかり刻んで入っとる。やけん辛いんや。でもなんか辛くてまずいとかじゃなくてめっちゃ美味しい。ちょっとびっくりしたんやけど。てかご飯食べたくなる、これ。わかる。誰か白ご飯買ってきて。おいしい。肉やね、肉の中でも肉って感じ。なんか割って食べるよりかぶりついた方が肉汁が生きとるけん。잘먹었습니다감사합니다네맛있었어요감사합니다ここだけなんかヨーロッパ感出てない。ここから急になんかヨーロッパの市場感、スペインの市場感。え、果物安くない？桃？桃？桃大好きなんやけど。3個で1000円。まあでも桃って特別やけど。あ、おじいちゃん、おじいちゃん食べよる。かわいい。おばちゃん、おじちゃんたちの声が生き返る感じがなんかすごい、なんかしじゃんみたいな感じ。楽しいな。これ何？チキン丸々みたいな。これ絶対油きれいなやつで揚げとるね。色きれい、白くない？そうなんだ。知らんけど。あ、ここはおかずコーナー。キムチとかトッポッキーもある。美味しそうね。カルグクスが有名なとこ。手打ちのカルグクスが有名なところです。またミョンドンの食べ歩きとはまた違う感じのお店とかがあって、ミョンドンザ観光やん。ね、ホットクヨギだよ。ここ、このフンフンホットクみたいなところが美味しいらしい。絶対食べよう、ここは絶対食べよう、本当にマジで。ここのホットクのプリンクル味が珍しいみたいな感じで、こんな感じで揚げて中に管なんか入れるみたいな。釜山のやつはまた違うやつなのかな。あのコップに入れて揚げる感じがやば。油ギッときてやん、最高。アンジョルミもあるんや。え、でもプリンクル食べてみたい。でもシアホットクも食べてみたい。でもシアホットクはもう安定じゃない？安定安定。じゃあ初でプリンクルちょっと食べてみよう。このお店は金曜日がお休みで、お母さんと息子がやってそうでやってなさそうなお店です。親子関係はわからないんですけど、おんま俺が手伝うよ、あと引くよみたいな感じの店の雰囲気でした。で、みそちゃんは小銭をジャラジャラ。小銭で、パン粉小銭使うとき全然ないやん。こういうときじゃないとね、たまる一方やけんね。死なないんやけよ。油でテッカテカや。あ、これ切って入れるね。なんか匂いが。え、でもプリンクルには種入ってないんかな。自分でお金入れる式なんで。ね、確認もしないとこね。ね、多めに入れとこかな。ちゃって。食べてるかよ。で、あ、これがプリンクルソースなんや。めっちゃつけてくれよる、やば。最高、めっちゃ美味しそう。感謝だ。やったー、プリンクリだ。ちょっとホットクの周り暑いね、あれ。てか揚げ売る人もすごい、あそこで一日中お創生しようのはマジで尊敬。これめっちゃさ、声響くんやけど。あにょはせよあにょはせよ。こちらでございます。普通のホットクに一時めっちゃ流行った BHC のプリンクルチキンの粉が多分かかったんやけど、ホットクってもともと冬の食べ物やけん、あったかいんやけど、今全力満載でちょっと暑いんですけど。いただきます。こちらですね。絶対暑い、これ。いただきます。おか、あく、もくもく、もちもち、うん、なんか蜂蜜なよこれ。あ、種入ってないわ。種まではちょっとサービスはなく、あか、あく、見て、味噌がこのようにもう溢れるぐらいいっぱい入ってないけど、おいしい。これで150円って。めっちゃあったかいくん、冬にはこれ絶対おいしいと思う。プリンクルソース、邪魔になってないわ。はいはい。なんか、プリンクルソースの味。これ、気をつけてね。やば。そう。めっちゃ入っとるやん。蜂蜜の液がこわってくる。ちょっと、ちょんちょんいこう、親父。猫。猫やー。猫やー。何歳？何歳なんだ？何これ？あ、ソゾビだこれ。なんか鳥の皮じゃないこれ。あそこにも猫おる。猫のたまり場なんかな。赤っ、赤っ、もうふんふん。
学校周りの屋台のとかってさ、めっちゃ薄っぺらかったよね。けど本当にこれなんか分厚いしもちもちやしめっちゃ美味しい。ロンドンだけになんかプリンクルがあるっていうような噂聞いたよ。うん、パカパカ重くやん。これでさ、私らが S 上げた瞬間さ、大量の猫がブワーってきたら怖くない？要は映画とかあるくない？ちょっとこうやってあげたら大量の猫がブワー。ホットクのなんかアイスクリームみたいなのない？アイスクリームホットクみたいな。でも全部売り切れとってけん、チャギリベンジしたい。絶対美味しいよねこの熱々にアイスクリーム溶けてさ。さっきのタクシーのおじさんにさ、夏にもホットクは行きますよみたいな。なんかめっちゃ言われたよね、私たちホットク食べたいんですけどって言ったら、なんか冬じゃないとみたいな。あ、女子夏にも食べれますからね言うて。じゃあ次はタッカンジョンを食べていきたいと思います。美味しいタッカンジョン店を紹介していきたいと思います。ここのタッカンジョンの特徴はいろんな味があって、チーズマスタードの味もある。いろんな味、ピクルスの味みたいな。ピクルスの味、うん。ここのピンク色が目印のタッカンジョン屋さんがおすすめです。テレビとかにも結構出とる感じの。ほかいろんな種類のタッカンジョンがあって、チーズマスタードタッカンジョン、ホワイトクリームタッカンジョン、ホワイトタッカンジョン。何が美味しいんだろう。チーズマスタードや。ここに餅もあるんやけど、うん、この餅もソースと一緒に入れてくれるらしい。おうちサービス、ありがとうございます。おも、こんばんみだ。よかった、私はチーズマスタード味にしました。すげえ。なんかここも有名らしくて、コチュピギン、コチュをピギン。あ、こんにちは。こんにちは。先生やばい。海めっちゃ綺麗ですね。あ、ありがとうございます。ブリーチ何回したんですか？黒染めしてから3回。黒染めからのピンクいったった。すごい。え、やば。今さ、日本人の方少ないけどさ、それでアイドルがさ、しかも韓国ですよ。え、今日本かと思って。会場行きます。髪のケア頑張ってください。頑張ります。ありがとう。バイバイ。なんか声かけてくれたら、なんか YouTube やりよってよかったなって思う。ちょっと泣きそうになったわ。はい、ごよろぼう。チーズマスタードタッカンジョン、いただきます。辛いんかな。チーズマスタードいけん、辛いんかな。あ、おいしい。味の選択完璧。おいしい、おいしい。衣もちゃんとカリカリやね。日本でこんなさ、ちゃんとしたチキン食べれんくない？確かに。もちおいしい。私、タッカンジョンに入ってる餅好きなんやけど。わかる。ね、わかるわかるわかる。なんか美味しくない？美味しい。なんかわかる。なんか周りが乾燥してるけんかな。で、中がもちもちみたいな。正直トッポギよりタッカンジョンの餅が好き。タッカンジョンの餅っていうなんか部門作ってほしいな。それだけで売ってほしい。それだけで売ってほしい。みさちゃん買います。揚げもみじまんじゅうみたいな。揚げもみじまんじゅう初めて聞いた。嘘。え、もみじまんじゅうわかる？広島。それをなんか揚げとるやつが美味しいみたいな。揚げるの？そう、食べたことないけど。うん、美味しい。シジャンの食べ歩きがやっぱ最高やば。刺身の並べ方、めっちゃ美味しい。韓国って並べ方うまくない？喉乾いたけん湿気飲もう。お、いけじね。韓国あるある。湿気っていうのが韓国のサウナとかで飲むで有名なんやけど。店員さんおらん？ああ、電話せな。店員さんはコンシステムなんで、よせよ湿気飲みたいんですけどみたいな。縄樹湿気飲みたい。そういう感じも好き。いいね。いいね。なんかこのなんか韓国って感じで。あ、湿気あるやん。コットン350円で1本買いました。すぐパンパンせん。ジョンドン湿気。あ、懐かしい。甘っ。美味しい。しかもなんか凍っとるね。うん、美味しい。伝統の味らしいよ。伝統感じる。あー、伝統感じる。絶対嘘、絶対嘘。いやでもさ、このさ、下にちゃんとさ、お米の粉があるっていうのがね、うん、ポイントよ。これがないと美味しくないね。さすが伝統湿気。あずき系に似てない味。後味は全然あずきとかじゃないんやけど、なんかあずきのかき氷の味に似とる。あ、かき氷はわかる。ね、わかるわかる。じゃあ次はトッポッキを食べに行きたいと思います。今から行くところはトッポギが美味しいところで、おでんの汁も美味しいらしくて、ちょっと行ってみたいと思います。ここです。ダダン。韓国のさ、よくバラエティーで見るおばちゃん、このおばちゃんが出とるってことは絶対美味しい。謎の信頼。ティギンもめっちゃ美味しそうじゃない？
うん、ね、卵美味しそう。おでんのスープ、これ絶対冬に食べたら美味しいやつ。めっちゃ美味しい、ね、美味しいよね。昨日久しぶりに住んで食べたんやけどめっちゃ美味しかった。あの血の塊の部分、うん、お、来ました。これが最後韓国って感じ。こちらです。トッポギ辛いんかな、ね、店は辛そうやってる、ね、いただきます。いけた、うん、でしょ、うん、このね美味しいよ。え、美味しい。プリンプリンやん。おでんの汁。絶対熱い。うまっ。美味しい。美味しい。今までのスープの中で一番美味しいかもしれない。おでんのクンムルが美味しいとこはトッポッキも美味しいって。マンヌンマリね。マンヌンマリね。うん、美味しい。ここまでさ、トッポッキの唐辛子の匂いがする。めっちゃ匂いがすごい。多分みんなにも。めっちゃ香ばしいよ。みんなにも匂いいけるこれ。おでんでかいね。おいしい。トッポギやばい。めっちゃ美味しい。全然辛くない。え、めっちゃプリンプリンじゃない？なんこれ？トッポギのさ表面がさめっちゃツルツルしてる。うん、うん、滑り台。滑りよるこれ。トランポリンじゃ。今回トランポリン多いな。美味しいね。当たりじゃないですか？当たりですよ。美味しいじゃん。開拓。これが米のやつですね。いただきます。おいしいね。ね、あ、行ってよかった。ここのスープマジで美味しいね。全部飲んでしまった。何しようこれ。あ、鳩。鳩がプンプンせんように鳩よけみたいな。こいつはもう大変やな。なんか一瞬オリンピックのなんか競技始まるかもしれないけど。最後はデザート。なんか万音市場の一番奥シュッて行ったところのマシュマロの美味しいデザートがあるみたいな。でそこがすごいなんか映えというか人気みたいな感じなのでちょっとそこを食べてみたいと思います。お、ここやん。ある？なくない？ある？ある？アイスクリーミーだよ。あ、ちんちゃんよ。え？トロくん、トロジョってよ。ショックなんやけど。え？マシュマロのアイスがトロジョったということで今日の動画をここで終わりたいと思います。最後の締めでデザート食べたかったんやけど次来たら絶対食べたいと思うので皆さんもマシュマロチャレンジしてみてください。で今日食べた中でトッポギがびっくりした私本当に。お腹の中でもまだ多分プルンプルンしよるけんプリンプリンになりたい人はぜひプリンプリンしてみてください。以上、みそでした。バイバイ。マンモンシジャン最高。